平野翔北海道の大自然に翻弄される。平野翔まさかの行動にスタジオ爆笑。帰れマンデー、北海道旅で見せた天然ボケの才能。熊にビビる姿に視聴者爆笑。帰れマンデー、ミッケタイで放送された北海道編では、天然キャラクターで知られる平野翔さんが、番組のメンバーや視聴者に向けてユーモアと純粋な魅力を発揮しました。約3年ぶりの出演となる今回、 サンドウィッチマンやアンタッチャブルと共に日本屈指の透明度を誇る四骨湖を目指し、千歳市内の秘境路線バスに乗り込み、地元の飲食店を探しながらゴールを目指すという企画に挑戦します。平野さんは、独特の天然な発言や行動で次々と周囲を笑顔にしていき、誰もがつい、可愛いと連発してしまうような姿が印象的でした。例えば、最初のバス停に到着する前から、アンタッチャブルの山崎宏成さんが、 平いやくん、降車ボタンを押してと頼むと、平野さんは一瞬真剣に考え込み、その後、周囲の期待を裏切るような行動に出ます。この予測不可能な反応に、サンドウィッチマンとアンタッチャブルのメンバーは大爆笑し、取れたかしかない、と絶賛。さらに、北海道の風景や飲食店を訪ねる中でサンドウィッチマンの伊達幹雄さんが、北海道クイズを出題し、各家に煙突がある理由は、と質問されると、 平野さんは一風変わった答えを返しまたしても笑いを誘います続いてアンタッチャブルの柴田秀嗣さんが過去の最低気温はと尋ねても平野さんの天然な反応に場は和みメンバー全員がやっぱり可愛いと興奮気味に応答する様子が微笑ましく描かれましたこのように平野さんのキャラクターが生かされた場面は視聴者にも新鮮に映ったことでしょう サンドウィッチマンのメンバーが平野さんと交流しながら、彼の成長や柔軟な対応力を評価しているシーンも見逃せません。特に、バス内で過ごす時間が長い中でのトークでは、平野さんの幼少期やデビューの秘話が披露され、ジャニーズ事務所に入所した当時のエピソードやメンバーの岸優太さんについての意外な一面が語られるなど、彼の内面が少しずつ明らかになります。普段はあまり語られない彼の成長の過程や、 仲間との関係性に触れることで、視聴者は平野さんの裏側にある思いや努力を感じることができたのではないでしょうか。さらに伊達さんのリクエストに依頼、好きな食べ物ランキングを発表する場面もあり、平野さんの個性が光る瞬間が盛り込まれていました。その一方で、北海道という大自然の中での旅は、想像以上に過酷なものでした。視界の広がる美しい景色や珍しい動植物に出会う機会が多いこの土地で、 地元の人に聞き込みをしていると、最近、クマを見かけなかったかと尋ねられ、驚いた平野さんが思わず、え、っとビビる場面もありました。さらに、鹿に遭遇するなどの予期せぬ出会いが続き、笑いと驚きの連続。旅の後半には疲れが見え始めたメンバーたちが、これぞ北海道、というような壮大な森の中に進み、ついに完全なる自然に囲まれた場所でバスが停車。まるで ここで降ろされるのか、といったような緊張感と期待が入り混じる瞬間に、さらに予期せぬ問題が発生します。山崎さんが思わず、やっちまったなぁ、と叫ぶその一言で、一同は大いに笑いを誘われました。このエピソードを通して、平野翔さんの魅力が存分に引き出されただけでなく、バラエティ番組が持つ人間味や親しみやすさが伝わったのではないかと思います。彼の天然ボケや一挙一動に、 視聴者は日常のストレスや疲れを忘れ、共に笑い、共に旅するような感覚を味わうことができました。彼のユーモラスな言動や素直な反応が、視聴者にリラックスと温かい気持ちを届ける一方で、サンドイッチマンやアンタッチャブルのメンバーたちの温かいサポートといじりも相まって、バラエティ番組の醍醐味が存分に発揮されていました。普段の活動では見られない一面を見せることで、 平野さんは視聴者やファンにとって一層身近な存在になったのではないでしょうか。また、北海道の大自然や動物たちとの偶然の出会いは、平野さんの純粋で無邪気な反応と相まって、一つの物語のようなエンターテインメントを生み出していました。特に現代の多くの人が都市生活での忙しさやストレスに追われている中、このような豊かな自然の中でのエピソードは、視聴者に新たな発見やリフレッシュの機会を提供していると言えるでしょう。 平野さんの天然なキャラクターと北海道の大自然が融合するこの旅は、ただのバラエティ番組の枠を超え、まるで親しい友人と一緒に冒険するような体験を提供しています。視聴者は画面越しに、平野さんが予想外の反応を見せるたびに一緒に笑い、時には驚きながらも、その純粋さに癒されることができたのではないでしょうか。日本のテレビ文化においても、彼のような自然体で温かみを持ったキャラクターは特別な存在です。 その飾らない言動と独自のリズムで、平野さんはバラエティー番組という予定不調和の場で、自らの個性を生き生きと表現しています。また、今回の放送は、単に笑いを届けるだけでなく、北海道の素晴らしさも再発見させてくれます。道中に見える果てしない森林や湖の美しさ、雄大な山々、さらには予測不能な動物たちとの遭遇は、 視聴者にとって非日常のワクワク感をもたらしました。これは現代の視聴者にとって新鮮で、都市生活の忙しさやデジタル社会の中で忘れかけていた自然とのつながりを感じさせる貴重な機会です。平野さんの素直なリアクションや予期しない状況に戸惑いながらも笑いを見いだす姿は、自然と人間の関係について再考させられる要素をも提供しているのかもしれません。番組の後半には、 彼の生い立ちやデビュー当初の苦労話、ジャニーズに入所した経緯や初めて出会ったメンバーとのエピソードが明かされました。特にメンバーとの思い出や、岸優太さんに対する思い出話が語られた際には、普段の明るいキャラクターの裏側にある努力や葛藤が垣間見え、視聴者は彼のさらなる人間味に共感を寄せたことでしょう。これは、ただの笑いを超えた、人間ドラマのような要素を感じさせ、彼の過去の苦労や成長、 現在の姿勢への理解を深める一助となっています。平野さんにとっても、このようなエピソードを通して自分の原点や仲間との絆を再確認する機会になったかもしれません。一方で、旅の道中で予期せぬ困難が続く中、彼とサンドウィッチマン、アンタッチャブルのメンバーが協力し合う姿は、まるでチームとして一つの目標に向かって進む姿そのものでした。彼らが一つのバスに乗り込み、 北海道の過酷な環境と向き合いながら、時には熊や鹿などの野生動物に遭遇し、その都度その場で対応していく姿は、視聴者にとっても励まされるものであったことでしょう。この一連のエピソードからは、どんな状況でも笑顔を忘れず、仲間と支え合いながら前に進むことの大切さを教えられたように感じます。これは、平野さんがエンターテイナーとしての役割だけでなく、 人間としての素朴で共感しやすい一面を披露しているとも言えるでしょう。また、現代の多忙な生活や情報過多の社会において、こうした番組がもたらす笑いや感動は、視聴者にとっての貴重な癒しの瞬間です。特に若者や忙しい社会人にとって、このような、笑ってリフレッシュできる時間は、日々の生活のエネルギーを充電するための重要な役割を果たしているのではないでしょうか。自然豊かな北海道を背景に、 平野さんの持ち前のキャラクターが周囲を笑顔にし、視聴者に温かいメッセージを届ける姿は、日本のバラエティ番組が持つ独自の魅力を改めて実感させます。彼の純粋さや天然さが光る一方で、メンバーやスタッフとの絆を築き、視聴者との距離を縮めることで、日本のエンターテインメント文化に新たな風を吹き込んでいるのです。この放送が終わった後、視聴者の間では、 平野さんと一緒に旅しているようだった笑いすぎて疲れが取れたなどの感想が多く寄せられその人気の高さが改めて証明されました。